バンバンザイ、岸です。みゆです。はーい。ということで、はい、今回は、寝て起きたら、メンバーの性別が入れ替わってるドッキリー。イエーイ。なんじゃそりゃ。滝くん。まさか、滝くんっていうのは。はい。ということでですね、はい、まあ、今回はそのドッキリなんですけど、うん、まあね、どっかで聞いた覚えのあるような。あれですか？もしかして。あれです。はい。ということでですね、はい、まあ、天気の子でもなく、君の名なんですけども、今回は、まあ、ルナにね、ドッキリを仕掛けたいんですけども、はい。まあね、いきなりルナとみんなでいるときにね、はい、寝ます。入れ替わります。まあちょっと君の名を匂わす感じでいきたいと思います。わかりました。ちょっと騎士に従いたいと思います。はい、はい、それでは早速やっていきまーしょう。はい、はい、ということでね、まあ君の名のドッキリをやるんだったら、うん、やっぱりね、入りたい、そのキャラにつけ込みたいんですよ。確かに。だから、うん、もう僕たちもう PV 作ってきたんで、はいはい、その PV を流して、うん、ね、これから流してドッキリに入りたいと思います。はい、じゃあそれでは PV どうぞ。あの日、星が降った日、それはまるで夢の景色のように美しい眺めだった。やっと目を覚ましたかい。放課後わり、俺今日これからバイト。もうこんな田舎やだよ。もうこんな人生嫌だ。来世は東京のイケメン男子にしてください。心が体を追い越してきたんだよ。君の髪や瞳だけで胸が痛い。どこ？そういえばずっと変な夢を見ていた気がするんだけど、別の人の人生の夢？なんだ？これってもしかして、俺たちは夢の中で入れ替わってる？君の前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君の全部なくなってチリチリになったって、もう迷わないわ、大地から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。はい、いかがでしたでしょうか。どうだった、どうだった。ということでね、うん、まあもうルナが来るのを待っていきたいと思います。おはよう。いいよ。え、なまら眠たい、やばい、待って、本当に眠たい。最近さ、朝目覚めるとなぜか泣いてるさ。え、マジ？うん、やば。で、見ていたはずの夢はいつも思い出せない。なんでな？わかんない、不思議な感覚で。みゆめっちゃ最近夢見る。どんな夢見んの？え、なんか自分じゃない、自分が主人公じゃない、わかる？なんかどういうこと？自分がなんか男だったりする。わかる、わかる。前世がそうやったんじゃない？そうなのかな。だからそういう性格なのかな。だから撮影はいつから撮るの？でも今日そんなに撮んないくていいから。あ、そうなの。うん、てか喉乾いたな。水あるっけ？冷蔵庫。みーちゃん、起きて。うん、ねえねえ、岸くん、ギシ君、びっくりだな、妹が。ギシ君てか、マジクーラーの妹君どこだ。ギシ君、いや何言ってんの？
ゆうちゃん何なんかおるんかなにこれ飛んで撮影用意してえちっちゃっちっちゃっ何がちっちゃもう目で触んなくていいからえ私俺何がよ、もういい加減して早く準備してなんで俺がいるんだよ俺がってはもう俺やからいつもより毛が濃いなんで俺でもなんで俺ってもういいんだよあんまり俺のこともういいってもうあどこ行くんだよもうめんどくせえなんで俺なんで俺ってもう見えちゃうおいもうないもう出てこいって俺もう体ねえもうギシ君やからもうちょっともうそんな顔すんでもギシ君はギシ君やから触るなでも触るなってみゆちゃんも触りな触りなみゆちゃんやから自分で自分触らんとってもう俺じゃないみゆちゃんやからもうやだもうギシ君もそんな顔ついてるものがついてるもともとついてるよ、うんもう何してんのほんまに俺の体にゾウさんがいるいやないしないしなくなってんだもう分かったからツルツルしてもう分かってるから来月韓国で放経する予定だったのにお俺だって来月もっともっとビッグなマンモスになるマンモスになる予定だったのにちょっと俺もう一回トイレ行ってくるかなやめてギシ見るつもりでしょ私の体をもうお前の貧相な体なんか見たかねえよやめなさい力強すぎんな俺こんな強かったのか私こんなに筋力あったの歯が強いってやめて体だけは見ないで分かった行ってこようやめてもうキシやめてだもうあんたがキシやってもうキシあんたがキシやって触らないでルナ、ルナならしいやめてルナならしいやめてルナなら信じてくれるミユミユだよミユルナなら信じてくれるやべえ興奮するやべえよツルツルだぜお前の体堪能してやった、ね、早く終わってくれないこれねえ私ミユ信じてもうキモい本当にミユ信じて俺がギシだ、はい、ギシ君キモいあんた女だからって触るんじゃないよ一緒にトイレ行こうかいやーシレションが夢だったんだ俺もうやめて、ギシおー、柔らかーいなんで作る付けをされなあかんの柔らかかったはいはい、すごく柔らかかったね女の子の体って感じだったこいつよりこいつより女の子だったもういいって俺の体でメソメソすんなよこんな体だったらメイン君と付き合えないあこんな体だったら付き合えないメイン君とやめてやめてそれだけやめるんだ俺は殺されてしまう待てやめるんだえねえ撮ってるやんこれ俺は本当にダメだお前バカ野郎マジ叩くぞダメこいつ嫌だったし嫌、ね、だったんじゃないってドッキリ撮ってんやろこれどうせうまいこいつマジでうざいはいということではいいきなり寝て起きたらメンバーが入れ替わってるドッキリーイエーイ私信じんよこんなマジで下手だよねいいよめっちゃ信じてたと思ってたマジで信じるわけねえそんななんかこれなんか絵があったよねこれ君の名だよはいということで
このドッキリがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。ギシです。なんとこの度バンバンザイオフ会をやります。日時は10月27日日曜日の17時から。場所はパセラグランデ渋谷店。抽選で100名の方に参加費無料でお招きします。視聴者さんと楽しめることを企画中です。バンバンザイに関するクイズ企画もやるので、過去動画を見て予習してきてください。上位正解者には豪華景品も用意しています。そして来てくれた人全員にお土産も準備しているので、みんな来るしかないですね。はい、グッズ販売もするのでお楽しみにしておいてください。そして応募締め切りは10月20日まで。概要欄に詳細があるので見てください。応募するか迷ってるそこのお母さん、ぜひ来てください。それではオフ会でお会いしましょう。バイバーイ。